杉玉発祥の地、奈良の酒蔵に吊るされる杉玉杉玉とは、杉の葉を集めて、ボール状にした造形物。酒林とも呼ばれる。日本酒の造り酒屋などの軒先に、緑の杉玉を吊るすことで、新酒ができたことを知らせる。絞りを始めましたという意味である。杉玉奈良県にあるお酒の神様を祀る、大宮神社の文化だったと言われる。大宮神社では、 毎年11月14日に美味しいお酒ができるようにという願いを込めて杉玉を飾ってきたが、その習慣が江戸時代初頭から全国の酒蔵へ広まった。大宮神社がある三輪山周辺には杉が多く自生し、三輪山の杉は聖なるものとされているため、杉を使った杉玉ができたとされている。本来は三輪山の杉で作られた杉玉を飾ることが、 習わしだったが、現在では各地の酒蔵が独自に製造したり、業者に依頼して作っていることが多い。杉玉は、おおむね2月から3月に飾られるが、この時期は、新種の季節であり、杉玉には、今年も新種ができましたよという目印になる。吊るされたばかりの杉玉は、まだ想像としているが、やがて枯れて、茶色がかってくる。緑色は、新種の季節。 薄い緑は夏酒、枯れた茶色は冷やおろしの季節というように、日本酒造りの時期と杉玉の色は同調しており、杉玉の色の変化がまた人々に新酒の熟成の具合を伝える。今日では酒屋の看板のように受け取られがちであるが、もともとは酒の神様に感謝を捧げるものであったとされる。俗に一級草順の作とされる歌、極楽は、 どこの里と思えひしに杉は立てたるまたろくが、門は杉玉を立ったものである。杉の葉は、酒の腐敗を直すから、杉の葉を吊るすという説もある。針金で芯となるボールを作り、杉の葉を、下方から順に差し込んで固定していく。上まで差したら、球状になるようにきれいに刈り揃えて完成である。ありがとうございます。